星のドラゴンクエスト実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。星ドラをやっていくんですが、あの星ドラの動画ってなんか福引き引く以外なんか撮る理由がないんだけど、どうしよう福引きぐらいしかさ、なんかその見せ場がないというか、困ったね。てなわけでね、まあ今日はあの福引きしないんですが、とりあえずね、現状のエテのキャラクターたち、いろいろさ、二次転生だとかも来て、アップデートで明日かな、水曜日、6月の14日にストーリーがね、新しいメインストーリーの最終話が来るみたいなね。うん、まあこれ、まあこういうのはね、あのマルベリさんの動画見りゃね、あの一発でわかるんで、エテがね説明するまでもないことなのでね。うん、説明するの苦手だしさ、エテは説明しないけど、まあ来るよってやつね。それに伴いさ、ちゃんとエテはね、ストーリー見てね、お分かりいただけるだろうか。星ドラやってる人ならね、まあもちろん分かると思うけども、強者の闘技場と、地下闘技場、クリアしました。濃紺でクリアした。パーフェクトはねちょっと、厳しいですね。やっぱり一度も死なないでクリアはできん、難しい。このラデュラゲってのが、まあ今のところ、明日まではまだラスボス、ストーリーの明日まではまだラスボスで、このリザラビってのが、裏ボスみたいなね感じです。だからストーリーはね、ほんと進めていった方が良いです。はい、まあそんなのもね、まあエテが説明するまでもなくね、マルベリさんがやってくれるからね。うん、まあけどストーリーはね、その経験値2倍とかがたまに来るから、そん時にねガッとやっちゃうっていうの方が、賢いよね正直。まあエテはもうそのもうちょっとでクリアだったから、ここまでね、もうほとんどあとラデュラゲを倒すだけだったから、やっちゃったんだけど、本当はパーフェクトね狙いたかった。今この妖艶の塔とこのラデュラゲリザラビと、あとザイガス、妖艶の塔ってファラオだったっけ、シャドウだね、シャドウヘルマ。まあ驚くことにさ、ファラオの方はさ、隠れみのね、このファラオはなんかパーフェクトクリアできちゃったよね。なんかよくわかんないけどファラオの方はねパーフェクトクリアできちゃいました。うん、まあこんな感じで、エテはストーリーとりあえず終わらせたので、皆さんもね、まだストーリー終わってないっていう人はね、やりましょう。うん、ストーリー進めることによってさ、その冒険ランクがどんどんもらえてさ、スタミナの限界値も上がるんで、まあ星ドラね始めた人はね、まずはやっぱストーリーを重点的にやっていくべきなんじゃないかな。まあイベントも大事なんだけど、で、イベントが今来てるのが、まあ左側にねこれ一覧出てるんだけど、摩天楼と、秘跡ね、新しい新シリーズの秘跡、あのアクセサリーね、職業ごとにを対応したアクセサリー、うん、
まあ、これもね、これももちろんマルベリさんがねしっかり説明してる。マルベリさんもしくはゾゾノアさんね、この秘跡に関してはゾゾノアさんの方がいい。秘跡に関してはゾゾノアさんがすごいちゃんと必要な秘跡をね説明してくれてるから、これね、秘跡の眠る古代遺跡。まあ、エテは一通り獲得しました。うん、欲しい秘跡は。で、摩天楼の方もね、こう全部登って報酬もしっかり、手に入れたと。で、天をかける黄金竜のこのイベントもやったし、もうこれといってね、動画にするほどの感じでもないし、もうなんだったらそれだったらマルベリさんの動画見りゃいいよっていう話だから、うん、まあもう今後さ、もう星ドラで動画を上げるってなるとやっぱり魔王級とか、まだね、そのそれこそ幻のダンジョン、この鍵はね、神竜しかね行ったことなくて、ここはやっぱ動画にして一つずつ潰していきたいよね。うん、やっとねレベルとかも上がって転生、二次転生もしたし、それキャラクターはね それなりに育ったんで、装備もねそれなりのものはねちゃんとあるから、ここら辺はねみんなと協力してねクリアしていけたらいいなって思ってる。うん、神竜はもうあれ言っちゃった、神竜ね。はいはい。で、うん、あとはそうだな、装備なんだけど、今得てこの3キャラクター、この3キャラクターがメインで使ってて、まあバトルマスターと、賢者、あと海賊ね、まあこの3キャラクターいるんだけど、メインで使ってるっていうかマルチでねほとんど使ってるのがこのエテグランデ。まあこれはねもうめちゃくちゃ優秀っていうか、エテのこの3キャラの中で一番使いやすい。やっぱ海賊はねおすすめの職業だね。まあ今更ね、エテがおすすめだって言ったところで何も変わんないんだけど、知ってるよっていう話なんだけど、まずこのハグメタ剣ね、ハグメタ剣武器スキルがさ、やっとそれっぽくなったでしょ。水星斬りと、まあこれはハグメタ剣のメインウェポンね、超水星斬りで、ラウンドスラッシュ、本当はここにね A スキルを入れれるんだけど、まだちょっとそこ持ってないっていうか、まあいろいろね、稲妻烈風山とか取り出せばいいんだけど、ちょっと得て的にはね、まあ、やっぱりかぶった武器以外は壊したくないんで、まだ取り出す状況にない。で、あとオロチ斬りね、オロチ斬りと、で一番下のアークブレード、これがでかかったね。前回の福引き動画で手に入れたアークブレード2本ねのうちの1本は壊して取り出してつけたんで、やっぱねそのガチャゲンの武器のスキルは強い。うん、もうこれ1個あるだけでね、もう一気にレベル上がった。今まではここにだから戦いの歌とか入れてたわけよ、戦いの歌。まあそれでね、騙しね、マルチ入れてもらってね、やってたんだけど、やっともうこれはアークブレード、こいつが入ることによってね、もう上級者の仲間入りですよ。うん、アークブレードね。しかもこれ装備でさ、この黄金竜の羽衣上下、ミラクルボディで攻撃受けたら回復するし、で下は恵みで攻撃与えたら回復するし、でもう一人で戦えるっていうか、もう迷惑がかけないよねマルチにこいつを出しても。
迷惑かけることはまずない。落ちることはないもんだって。さらに言うと海賊のね、固有スキルの船歌をね、使えばなおよしという非常に非常にいいキャラクターに仕上がっています。で、あの秘跡もね、気配と嵐の気配と時々暗光層ね、時々暗光層入れてるから完璧でしょ。まあ、強いて言うならやっぱりそのハグメタケン50プラ50にしたいとか、その貫突っていうやつだよね、貫突ってやつにしたいなっていうぐらい、貫突まで、もう全部貫突までいってね、スキルも、まあ、バキバキっとつけれたらもうそれはもうプロですわ。星ドラのプロ。本当はね、ここに超サミダレ斬りだっけ、超ハヤブサ斬りを入れたい、ラウンドスラッシュのとこにね。まあラウンドスラッシュもね、別に悪くないんだけど、 10% の確率でね、攻撃力1段階上がるから、まあ騙し騙しやってます。まああとはこのバトマスはなんか前から変わらない、はぐめた鎧つけて弓して、まああとやっぱ天空の盾がね、あの福引きで引けたんで、これ錬金してね、使ってるんですけど、めちゃくちゃ優秀だね。めちゃんこ優秀、この天空の盾。本当に嬉しい、この盾は。まずガード一発目したら90、リベホ効果1回目発動の90回復します。で、次のターン回ってきたらまた90回復します。マジ強い、これは。マジ強い。で、一応こっちのね、黄金竜の盾の方ももちろん強い。150回復するからね。150。もうこの2つはね、いいのを引いてよかったわ。で、賢者はちょっと残念ながらまだプリンセスシールドも持たせてるんだけど。まあ、ゆくゆくはね、力の盾だったっけ？力の盾を、前回福引きで引いたんで、それ錬金してね、回復盾として、持たせるのもありかな。プリンセスシールドでね、全体回復入れるってのもね、全然悪くないんだけどね。まあ、この回復量を取るか、全体をこう回復してあげるか。マルチではプリンセスシールドはいいかもね。まあそんな感じで、今エテのキャラクターたちは着々と育っています。はい。で、ハグメタの杖、そうだよ、錬金したね、ハグメタの杖、ベホマラー、イオナズン、メタルトラップとドルオーラとスクルト。まあだからこのドルオーラのところ、普通の人だったら、そのね、普通にやってるったらさ、それこそメラゾーマとか入れてるんだけど、メラゾーマとかさ、あと、なんだろう、何入れてるんだろう、みんな。ドラゴラムとかさ、入れてたり。得てドルオーラしかないんだよね。ないんだよね。まだまだ、遠いね。呪文こんな感じでね。ドルオーラ。まあね、ドラゴラム壊したくないもんな、なんか。もしかしたら次錬金来るんじゃないかとかさ、そういうの考えると壊せないよね、やっぱり。かぶったらいいよ、かぶったら壊すよ、全然。ならもうちょっとね、また福引き何かしらの、今メタスラセレクション来てるけど、今回は引かない。もっとね、魅力的な福引き来たらね、回したいと。今、11,550 ジェムまでね、550個溜まってるんで、とりあえず貯める時期、今は貯める時期。あ、そうだ、新鉄剣、これもね、取り出したね。2個、オリハルコンの爪2個出たから、これ1個取り出して、
で、爪がさ、爪が出てるよねってね。黄金竜の、これこれこれ。まあ、今二突してあるんだけど、まだ強化できてないから、これ強化してね、これがレベルマックスになったらもうどんどん使っていこうと思います。採用。で、あとは当面の目標としてはさ、この2本眠ってるメタスラの杖、もうこれはもうエテの秘密兵器イオナズンとメタルトラップはいいんだけど、これ錬金したらさ、ベホマラーなるでしょ。じゃあベホマラーとイオナズン2個取り出せるってわけでしょ。もうエテ1個持ってるから、もう全然こいつは取り出す予定のやつなんで、だからもう3キャラクター全員にベホマラー済みみたいな。で、イオナズンを取り出すことによってハグメタの杖にイオナズン2本雑誌みたいな、まあそれできればいいかなって思ってます。ただ今ちょっとハグメタの粉がないんで、できないです。粉がないんでね。で、エンデのハンマーもちょっとかぶったのはかぶったんだけど、この希望の一撃ってのがなんかいまいち、なんか取り出す価値があるのかどうかすらわかんないっていうね。なんか何なんだろうね、この何が希望なのね、これ。ただただ威力何百パーセントの単体ダメージ与えるだけのスキルだけのスキル、うん、何がいいんかわかんない、これエンデのハンマー。まあそんな感じでね、とりあえず育てたい武器がいっぱいありすぎてさ、ちょっと困ってる。黄金の爪のゴールドフィンガーとかも使いたい、使ってみたいし、カイザーアックスとかさ、英雄の槍とかも錬金で強化できるしさ、ちょっとパニックです、非常にパニック。で、アークブレードをさ、1個出したから、ここにアークブレード刺して、アークブレード2枚出しみたいなとかも面白いなとか考えつつ、めっちゃ星ドラ楽しんでるでしょ。もう一日中やってるから、仕事帰ってきて、もうずっと星ドラ眺めてるから、どうしようかなーって。王者の剣、これがギガブレイク。こうイオナズン刺して C だったら C スキル今ガンガン売却しまくってるんだけど、とかまあまあいろいろね、そう考えてたらもうまずスキル強化玉がね全然足りない、強化が追いつきません。あ、そうだ、スキル強化玉とかさ、防具ど、装備強化のさ、これ強化素材がなんか道具化するみたいです。マルベリさんが言ってたね、はいね、星ドラ情報はね、もうマルベリさんとゾゾノアさんを見ときゃね、何の問題もないんで、何の問題もないから、ぜひチェックするようにね。もう今後、エテの星ドラ動画に、エテの好きな星ドラ系実況者の、名前を画面の左上にずっと出しておくことにします。勉強させてもらってる、ね、人のアイコン勝手に画面のどっかに貼り付けておいてやろう。そうすることによってね、もしかしたら、声かえ、なんか写真載っけてくれてみたいで、なんかごめんありがとうねみたいなんで、こうもしかしたらつながりができて、なんか魔王のやつとか手伝ってもらえるかもしれないんで、そういう意味を持って餌として画面の左上とかに、左上とか右下とかなんかどっかかしらに、貼り付けていこうと思います。今のところね、手が見てんのはまあもちろんマルベリさん、マルベリホットマンコンビ
ホットマンだけにはね負けたくないな、星ドラでは。ホットマンに負けたくない一心で今星ドラめっちゃ頑張ってるってのもある、正直。ライバル勝手にライバルね、うん。でもう一人が、ゾゾノアさん。まあこの二人はどっちかっていうと星ドラ攻略班だよね、うん。まあ攻略班で言ったらマルベリさんの方が色濃いで、ゾゾノアさんはね基本的になんか無課金クリアみたいなのをなんか基本やってる人、うん。だから立ち回りとかすごいうまいよ、すごくうまい。無課金のガチャ券なしで魔王級やったとか、ラデュラゲもゾゾナさんの見て立ち回り勉強して得てやったもんね。ゾゾナさんはガチャ券なしで行ってんのに、得てはガチャ券バキバキなのにね、パーフェクトクリアならずという、何なんだろうねこれ、何の差なんだろうね、どういうこと。まあ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 、その2人とりあえず。で最近ね見始めたっていうか、最近ねよく見てんのがね、 DKB っていう星ドラをやってる、星ドラとかねアプリ系のとかやってるその4人組の人がいて、星ドラ生放送結構ライブでやってるんだけど、 YouTube ライブでね。まあまあけど楽しそうにやるからさ、いいよねやっぱね、その楽し集まってできる仲間がいるってのはいいね。はあ、悲しくなってきたなんかだからね、こっそり見てる YouTube ライブ、うん、めっちゃ面白いよ DKB。YouTube の生放送でなんかタイムアタックとか、うん、視聴者さんリスナー含めてのなんかロトタイムアタック勝負みたいな、2-2に分かれてボスとカピコとギリと大好きがいるんだ、この4人で星ドラやってるから、これ面白いからね、ぜひとも見てほしい、うん、見てほしい。まあそんなぐらいかな、星ドラ関係で見てんのは、うん、ね。結局ねもうこの星ドラの画面出してるけど、一切星ドラのなんか攻略的なのはやらないっていうね、うん、新しいタイプの星ドラ実況だね、これが新しいスタイルなのかもしれない、うん。まあ、だって今はほんとさ、もうマルチもさ、摩天楼はさ、なんていうの、素材集めだもん、だって、うん、ドスジャギー倒すみたいなレベルだもんこれは。まあ新兵シリーズがね結構出やすいから始めたばっかりの人はね、どんどんこれ回ってね、集めた方がいい。うん。まあ、相手はちょっとファッションのね、コレクション用として今、必死こいて集めてます。これ18日までだからね、気をつけてね、急いで。で、もうこれ、秘跡ね、もう、あと1日で終わっちゃうから、これも、急いで。上級者奥への修行道は、これはバッチ持ってない人は急いで。うん。あとこの下2つはね、もうずっとあるダンジョンだから、これはもういつでもいけるからね、ほっといていい。はい、以上です。うん。だから今相手スタミナ50あるから、多分この後放送っていうか、これ動画撮り終わったら一回秘跡、募集かけて、今ね、武闘家をさ、武闘家、戦士やっと99になったからさ、これ99することによってさ、基本職のボーナスみたいなのがあって、バトルマスターにね、反映されるね。基本職ボーナス。あれこれでいいんか？戦士99で、運プラス5みたいなね。
あとはちょっと武闘家もね、この際一気に99までしちゃおうかなって思ってます。まあせっかくなんで行くかね。なんもなんてことないクエストだから、まあまあまあ行きますわ行きますわ、うん、で基本的にはいてこっちで行ってるから、武闘家で行くときはラーダの槍を装備して、いかにも初心者っぽい雰囲気で募集するか、いつも初心者っぽい雰囲気で。そうすることによってね、この子頑張ってるなっていう風な感じで、こういい感じの空気になるっていうやつね。いい感じの空気で保険でしっかり、復活の石、やっぱね基本職なんでね、そんなに耐久力ないから、復活の石よし、これで、募集かけます。で武闘家の場合だと、バトマスの部屋かパラディンの部屋がいいんだけど、バトマスの部屋はね、バトマスのこいつなんて名前だったっけギガソードだったっけ、レオソード、レオソードはチャージクラッシュ打ってくるんで危ないです。はい、パラディンにしときましょう、うん、これめちゃくちゃ有力情報ね。武闘家で行くときはね、パラディンにしましょう。パラディンのレベル80に、これね、一番下のやつ。もうどんどんね、基本的には集まってくるんでね。もう全然 OKOK。メタルスライム、ダン5でお願いします。はい、抜けちゃった。ちょっと、揃うまでね、待ちましょう。はい、揃いました。では、行きます。ね、この今、武闘家パラディン、僧侶パラディン、僧侶の人はもうガチガチの、多分ガチガチの賢者かなんか他の職業やってる感じのやつもう装備見たけど、もう完全にもうバキバキだった。もうスキル見たらわかるわ、これは。もうあ、挨拶しないと。これね、ちゃんと初心者を装うことによってね、この4人のね、仲間意識が生まれるから、うん、仲間意識、もうどんどんスタンプは打っていった方がいい。どんどんスタンプ、こう、あ、ガード、あ、違う、ガードいらなかった。ガードいらないやつだこれ。ベギラゴン打つタイプのレオダーマはちゃんとガードしないと大ダメージ食らうんでね、ここはね必要ありません。まあ、結果オーライってことで。で、これね、バイキルトを一番火力ありそうな人に打ってあげるのが、コツ。うん。一番火力ありそうな人にバイキルトかけてあげる。これが、非常に、このね、空気を良くする。空気を良くする立ち回り。いつもだったらここでありがとうって言ってくれるんだけど、今回に限ってはちょっとそういうタイプの人じゃなかったのかもしれない。うん。得手の思惑が筒抜けになっているのかもしれない。この人には通用しなかった、うん、あわよくば戦いの歌もね混ぜていくんで。でもここは押し切っちゃって勝ちましょう。得手がフィニッシュできません。はい、あ、危ない危ない。お疲れ様です。はい、これでね、非常にいいパーティーだったねっていう、いい空気で攻略できましたっていう。で、ダンジョンクリアとともに音を消失するというね、うん、BGM を消失するっていう。あ、なんか出たんやけど。そう、これが今回のパラディンの秘跡の、新しいね、スキル。くじけぬ発動時に 50% で HP100% 回復。まあ、くじけぬがね、まず発動しないといけないっていうのがね、非常に肝ですね。はい。残念なスキルです。で、音がなくなるというね。なんか、
寂しいね。はい。はい。お疲れ様でした。はい、てなわけで、こんな感じでね、手は日々、星のドラゴンクエストやってますんでね、どんどんね、星ドラのね、星ドラユーザー増やしていきましょう。みんなで星ドラ盛り上げて いきましょう、うんね。はい、では、エテポンゲでした。バイバイ。あ、これや、あ、マルベルさんの、あ、しまった。マルベリさんのさよならのやつだった、今の。間違えた。エテのオリジナルの お別れの挨拶やる予定だったのに、マルベリさんのいつものバイバイやっちゃった。しまった。